です。皆さん、こんばんは。今回はですね、服を3着着ました。3パターンの服が、3パターンの種類があるので、まあ、どれが当たるのかなっていう感じでございますので、まあなんか心温かく見ててください。お願いします。ではもうたくさん朝配信でも言ったんですけど、愛情を込めて皆さんにお届けできるようにしっかり愛を込めて一枚一枚書いていきたいと思います。では早速やっていきたいと思いますね。もしいたら返事とかしてください。ではいきます。まず1番目、豊太郎さん、ありがとうございます。豊太郎さん、これもこのままですよ、ね、このまま書いて、このまま、はい、はい、豊太郎くん、ありがとうございます。はい、では続いてが、すごいさらっと言ってしまった、ごめんね。子猫ちゃんの王子様、あ、なんかちょっと子猫みたいな感じの、私子猫だよみたいな感じのね、席になりました。最近結構ね、見かけることが、この状態で置いて、じゃあすいません。はい、かなこちゃんのおじさんありがとうございます。3枚でした、3枚でした。もうしっかり1枚かと思って進めてました。今子猫ちゃんのおじさま3枚です。ちょっと行くよ。はい、こちらはね、結構ラフな感じの、いつもの感じの岡田明の服です。ありがとうございます。もう出てきた、もう出てきたんですか。はい、今回はなんとですね、ちょっと新しく入れて、まあやっぱ近々ハロウィーンじゃないですか、皆さん、なのでというものを入れてみました。こちらあんま見えんかもしれない、断層をしてみました。なのでちょっとね、断層のやつは枚数が少ないんですけど、当たるかもしれません。です。はい、続いて、札幌のウッシーさん、ありがとうございます。さあ、札幌のウッシーさんはどのような門脇さんでしょうか。
して続いてが、しんじくん1枚ありがとうございます。ちょっとね、隣にね、ある方がいらっしゃるんです。あ、3枚ですね、さくらさん。あの、シンジ君のこと怒ってるわけじゃないんですけど、まあでも最近ちょっといろいろパラパラっと言ったりしてるかなっていうので、この顔でシンジ君ありがとうはい、そして続いてが、青山さん1枚ありがとうございます。そうなんですよ、かわいいと、青山さん、青山さん、ありがとうございます。はい、そして続いてが、まっこしさん1枚ありがとうございます。まっこしさん、いつもいつもありがとうございます。いえいえ、これからも末永くよろしくお願いします続いてが、あっくんさん1枚ありがとうございます。今日はね、めちゃめちゃ髪がストレートなんです。すごいたくさん、ギフトとか投げてくれとってありがとうございます。はい、じゃん、あっくんさんありがとう。これです。ほい、続いてがなおなおさん1枚ありがとうございます。なんかこのなんか曲とか、なんか久しぶりに聴く気がする。皆さんはちゃんと STU の曲とか聴いてくれてるんですかね。はい、なおなおさんありがとうございます。いた、なおなおくん、ありがとう。お、嬉しいね、本当に。あ、通勤にね、指立てで、それは確かにするわ、私も。続いてがもも、私もですね、今まで読んでてもね、ちょっと分かんなくなっちゃう。でもこういうところがね、ちょっと感じ弱いところで出てごめんね、本当にこんな自分が嫌だわ。にゃん、はい、もう入った。やばい、ねえ、分かっとったんよね、ありがとう。にゃんにゃん、こもままますまままままままのうち、うん、横向きながらやったらもうももちゃんかなみたいになるやん。全然違うんですが続いてが、昔からおじいさん2枚ありがとうございます。
ほう。おう。昔からおじいさん。昔からおじいさんは、あれですか？バターサンド食べました。好きですか？まだ1枚目ハートああ好きです、みんなのこと嬉しい、再確認できて嬉しいよ、私はどうしたの、そんな急に愛はもうすごく伝わってますよ、めちゃめちゃいつも何でも伝わってくる。まだまだこれからですよ、これからもいっぱい愛を届けてください。昔からおじいさんありがとう。じゃあちょっとセクシーなセクシーかどうか。はい、そして続いてが六箱さん1枚ありがとうございます。六箱さん、よいしょ、六箱さんはいますかね。ありがとうございます。 Thank you! You're welcome! Thank you! いつもお話し会ではね、来てくれて、その頑張って日本語を喋ってくれるんです。嬉しいです。ありがとうございます。続いてが四八さん。四八さん、はい、ヤンパチさんありがとうございます。ありがとう、こちらこそ。結構写真、この写真のサイン会とか結構来てくれる、全部来てくれるありがとう。続いてが、トーマさん1枚ありがとうございます。見てるよ。あ、いた。さっきありがとう。いやいや、こちらこそ大事にしてね。大事にしてくれないとダメだぞ。ダメだぞ。続いてがともちゃん。ともちゃんありがとうございます。すごい、見れば見るほどすごい。私の髪がストレート。ともちゃんはいるかな？北海道の道みたいなストレート。北海道の道ってストレートなの？
初めて知ったんだけどそれそうなの？そうなんですか、北海道の北海道民、北海道民の方。続いてがキジジさん2枚ありがとうございます。キジジジジキジジさんのことはねちょっとジジってたまに言っちゃうんで本当にそれはちょっとジジになっちゃうからやめてみたいな話をよくするんでそうなんですよ、気をつけます。ジジ1枚目ありがとうございます。キジジくん冬眠ではないですか、スネメ。あ、そうなの、初知り、初知り、初知りかどうき。印象的な記事で、ありがとう。確かに北海道って広いよね、本当にね。もう大人になって北海道をさちゃんと観光とかさしたこともないし、ちゃんと見たことないからさ、ちょっと行きたいですね。3枚は作れました今てかポンタですね、ポンタ3枚ありがとうございます。装飾をするないですよ。そういやちょっと言うの忘れてました。喉を私ちょっとやらかしてるんで、ちょっとあんまり声を発することができないかもしれないんですけど、よろしくお願いします。言い忘れてました。今気づきました。さあ1枚目こちらです、ありがとう。そうですよ、もうねファンの方からね、ファンの方からもすごい仲良くなって日本会としてね、たくさんあれですか、仲良くなりましたか、日本会のみんなと。友達ハッピー、ね、仲間
1枚目これですね。で2枚目かけます。좋아요。アグネスちゃんはねすごいね、たくさん言葉喋れるんですよ。すごいんだよ。はい、アグネスちゃんもありがとうございます。カムサミダ。はい、そして続いてがミクちゃん2枚ありがとうございます。そうなんよ、あーね、アグネスちゃんと話し会するときとかあれアンニョンから入る早い、仕事が早いですね、あなた。はい、ミキちゃんハッピー。はい、うわこれかっこいいって話をしてたい。かっこいい。お気に入りのかっこいいなって思ってる自分のダンスです。どう？かっこいい？いけいけ。ありがとうございます。ゆきちゃん、私のよ。何を言ってるの？続いてポムさん。俺のもの。ポテトかけすごい懐かしい。死んでおった。続いてがゆうぽんさん2枚ありがとうございます。そうなんですよ、ウィッグをね、そうつけたのかっこいい。お、あ、ゆうぽん、ゆっぽデリリこんなことしてたら遅くなるね本当に。あー、間違えました、綴り間違えました、すいません。なんか不思議な、ありがとうございます。2枚そうだね、レアだよ。終わるの大丈夫、終わります。え、島風さん、続いて島風さんです。あ、島風さんあれだよ、なんかね、一緒に写真撮るときすごいよね。そこだけ言う。すごいよね、いつもね。ね。はい、島風さんありがとうございます。はい、そして続いてが。1枚ありがとうございます。お、これはもうアタックに
最適。え？アタックだ感じ。並べめっちゃ当たるいい人。並べ当たったらいい人なん。ほら、これ見て。アタック。ちょっと指さしてるんですよ。ちょっと分からんかもしれない。アタックって感じです。ちょうど。ありがとうございます。続いてキヨピーさん1枚ありがとうございます。あ、遊戯王ダイレクトアタックダイレクトアタックですか。皆さんにダイレクトアタックできる時が来たらいいね。ね。キヨピーさんありがとうございます。皆さん私にダイレクトアタックしてくれますか。受け止めるよいくらでも。隣の人笑ってるよ。はい、キヨピーさんありがとうございます。お疲れ、お疲れ。稽古いくらでもね、受け止めるよね。と続いてがたかぱしさん3枚ありがとうございます。たかぱし、たか TK じゃないですか。まずはこちらたかぱしさん、そして3枚あるとあの3種類のやつがしっかり絶対当たるので当たるようになってます。こちらほい、あ、2枚目こちらですね。めっちゃ可愛い可愛い系のね。これちょっとあの断層の中ではちょっと珍しい写真です。え、高橋さんいるのかな。あずき番当たるのか。当たるよ大丈夫。当てて。え、ちょっと待って、もうあずき番言うけん、あずき番しか出てこなくなってもったんやないか。じゃん、笑顔の男の子です。3枚ありがとうございます。続いてがとくらせいじさんです。ありがとうございます。ガリガリ君派だって。まあガリガリ君、そうだよね、ガリガリ君はなんかもう本当に夏だね。いや、アイス全般も夏だよね。でも私ガリガリ君も食べないわ。あずきば、あずきば、もう断然あずきば派です。私はほい、とくらせいじさんありがとうございます。つまーい。あの馬には乗れてますか。ありがとう、いっぱい話すよね。
枚目ジェントルメン、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こちらこそいらっしゃい、いらっしゃい。乗馬ね、私もしてみたい。もうしっかりこう走らせてみたい。なんかさ、乗ったことあるけど、馬には乗ったことあるけど、でもさ、なんかってやったこそれはやったことないから、なんかそれはそれをやってみたい感はある。はい、ジェントル君ありがとうございます。何それ？竜？え、これなんて読むの？自分でコスプレしたんじゃん。東海帝王ですか？東海帝王！あ、やばいやばいやばい、本当に喉壊れるってこんなこと言ってたら。はい、はい、ありがとうございます。やぶさめ、やぶさめ。それは一体どういう。カズさん続いて、あの3枚ありがとうございます。こちらです。やぶさめ？うわ、あれやん、昔のやつやん、昔よく見るやつやん。え、違う？そういうやつ？合ってる？昔の映画とかでよく見るやつ。あ、違う違う。あ、そう？アニメで見る。ダビデさ、戦国時代とか。似合うやつですね。すごい。そんな私でできたらすごくね。かっこいいけど怖い。やってそう？やってそうですか？私。ダビデさん、ありがとう。コナンの映画あったっけ？やぶさめシーン。の映画だったっけ？あれ？はい。じゃん。こちらのね、あの写真も結構お気に入りです。爽やかボーイ感じ。ありがとうございます、カズさん。ありがとう、カズオさん、ついてありがとうございます。ほら、いらっしゃいますかですね。どう見てもなの、え、嘘、なっちゃんに見える？待って、カズオさんありがとうございます。ショートカット似合いますかね？ショートカットもうちょっとまだまだやる機会も全然ないと思うんですけど。続いてゴーちゃんありがとうございます。1枚ありがとう。あ、モンモモンモモンがいかだよ。こっちゃんありがとうございます。あ、はい、みゆちゃん笑顔とサインありがとう。こちらこそ、私たちを
オたくさん聞いてください。明日か、明日公開されるので MV 撮影が、まあ、MV 撮影じゃない、 MV が MV が公開されるので皆さん楽しみにしててください。はい、そして続いてがヒコルンさん、ヒコルン1枚ありがとう。ヒコルン元気してる？見えてる見てますか？ヒコルンちゃんもまたたくさんお家に絵飾ってますか？はい、ヒコルンありがとうございます。みーちゃんこんばんは、覗きに来たよ、ありがとう。覗きに来てくれるだけでももう本当に嬉しいので、ありがとう。あ、いた、ヒコルンありがとう。こちらこそいつもありがとう。お話し会も来てくれて嬉しいよ。また来てね、7枚目も待ってて続いて音やん、1枚ありがとうございます。このさ、音やんのさ、なんかちっちゃい字と大きい字があるじゃん。これはさ、あのこだわりですか？こだわりポイント？音やんの字がね、そう、そうなんです。はい、ジュウさん1枚ですごめんなさい、間違えちゃった、ごめんなさい。ジュウ、いい名前だね、ジュウって。もうジューシー、ジュージュお肉の 音が聞こえてくる。嬉しい、嬉しいです、ありがとうございます。ジュウさんありがとうございます。1枚でした。続いてが、続いてが3枚モンさん、モンさん3枚ありがとうございます。こちらです、イエイ。え、スタッフさんの指で映りました？いや、スタッフさんじゃないんですけどね隣にメンバーいるんです。実際今メンバーがいます。ちょっとあの皆さんで想像してみてください、誰だろう。はい、1枚目。モーさんは私のパフォーマンス大好きだもんね。あの沼ハムルーマー見ましたか？見てくれましたか？スタジオで踊ったんですけど、どうでした？ちゃんと踊れてました？あの僕こういう公園で一番何が好きなんですか、ママさん？メンバーがチェックしてるの？いや、メンバーはメンバーをチェックしてない、チェックしてるのはさっさね。こっちはなんかあのこう見てる見たよ、もちろん。あ、嬉しい。あ、表面張力、表面張力が一番好きなの？
一番踊りますもんね。でもさ、私がもしそのユニットで違う曲をするってなったら何が一番いいですか？モーさん的にはどれか。はい、モーさんありがとうございます。ちりちゃん一枚ありがとうございます。保存した、ありがとう。ちりちゃん、ちりちゃん7枚目のシングルは来てくれますか？ちりちゃんのお家を見るのが楽しいすごい、なんかめちゃめちゃ変なこと言ってるけど、てりちゃんありがとうございます。行くよ、楽しみにってるね。この大好きだよってやつ、あれですかね、イモスの人ですか？続いてともやん1枚ありがとうございます。残念少女、残念少女見てみたい？あの、おうち公演で一回やりましたね、残念少女。でもいつもあれですよ、残念少女の次が、あの、涙の表面張力なので、その時に、あの、裏で3杯、あの、3杯してるんですけど、あの、横でずっと見ながら踊ってます。なので、あの、出れます、全然いつでも出れます。ピンチヒッター寄ってください。ありがとう、はい、ありがとうございます。あ、もう終わってしまった予感。あ、もう豊太郎くんね、一番最初だったよ。終わってもった。ああ。今豊太郎くんのやつ、ちょうど出てたので、コメントもちゃんと書きました。これだよ、たやたらくんの。ありがとう。ちょうどね。鍵開けだったんだよ。続いてが、キューちゃんさん。ありがとうございます。キューちゃんは東京でしたっけ？東京のお方。キュー、ちゃんさんありがとうございます。はい、ゆうなちゃん好きな層、僕はこの眺めてる MV 撮影からもうすぐ1年ですね。そうですね、あれが一番の思い出ですもんね。やっぱり今年は夏フェスなので、もあ、お、手筆了解です。手筆お会いしましょう。ありがとう。あ、もう歌ったら無理だ。クリキントンさん一枚ありがとうございます。クリキントン、クリキントンさん、はい、ありがとう。いつもショールームも見に来てくれたりしてくれて本当にありがとうね、クリキントンくん。またあの7枚目もたくさんお話しましょう。続いてが、えいっちょ、消えないと
さんです。ナイトさんです。サインで重要な三角のスッピーは栗だよ。栗の時期ですもんね今ね。はい、ミト君ありがとうございます。ホタハトありがとうございます。続いてが、りょうすけさんありがとうございます。いや私りょうすけさんのさ、あの推しがね、ま、あの全然分かんなくて、あのもうみんなのことを、まあ、あの好き、あのいわゆる DD かなみたいな感じで思ってたんですけど、違ってあのしっかり推しメンがいたっていうことにびっくりで、もう本当にあの美月が好きっていうことにちょっとびっくりして、あっ、そうだったんだねみたいな感じだったんですよ。衝撃でした、それ初めて聞いた時。私が多分ねお話し会で言った気がする、誰が好き、誰が推しメンなんみたいなような話をしたら、え、美月だよみたいな、えーまね、いつもピンク色の人なので、ぜひ仲良くしてください。仲良くしてやってください。ありがとう。続いて、りょうにいさんありがとうございます。1枚さん、ありがとうございます。1枚にゃー、ありがとうございます。おお、これはもうなんかやばいですか。全然余裕、やばい、余裕、あスポーツさん3枚どうぞ。あ、水がついちゃった。続いてたまちゃんです。たまき、たまき見てる、見てるよね。つながっちゃった今の声、見てるよね。もちろん見てる。メヘラみたい。見てるよね。マキ君ありがとうございます。なんか車でなんかよくやります。お話かよ。ね、ね。7枚目はたくさんいろんな場所で。はい、そして続いてがなりちゃん、ありがとうございます。1枚いますかね。なりちゃん、ありがとうございます。続いて、おなぼうさん、おなぼうさん、おなぼうさん、ありがとうございます。ね、全然もうどこからでもやってください。じゃあちょっとだ、ね、どこにいいんだよから始まると思うよ。
使えないそっか。砂漠で部屋からニート引きこもりですか。あでも分かる、寒いとねやっぱり引きこもっちゃうよね。いや私もさやっぱり夏人間なので、私はだからねちょっと冬はちょっと外出たくないなってなるんですよ。出たくないなってなるけど出ないとなとか思って、そう出るんだったらスノーボードとかしたいなと思う。おのぼうさんありがとうございます。あ待って待って、あてます、ありがとうございます。続いてすごい超えたねゆうたくん1枚ありがとうございます。もうお話し会まで結構もうすぐですよ。30日なんかもうピピピって数字さっき言っちゃうちゃちゃなんでね、もうあっという間であっという間でね、あっという間に過ぎ去ってしまうものなんですよ。時間というものは本当にあっという間ですよ。続いての曲聴いてください。こう涙を君に注ぐありがとうございます。ね、ゆたくん、ゆたくんありがとうございます。いやもう本当に1年って本当にあっという間だよね。車で遅いブーだとクラって言われます。もうそりゃそうだよね。外だもん。しなんか冬だからさ、あの暗くなるじゃんもうね。だからやっぱなんかやっぱ朝いいよね私朝あって昼ぐらいにお仕事終わるのめっちゃ好きなんですよ。あれ、あタコさんです名前言わずに今もうはい、タコさん1枚ありがとうございます。もうねこのここの部分書き慣れましたおかげさまで、ありがとうございます。はい続いてが、ポンポンポンさんです。ありがとうございます。いるかな、もうさっきね避難のとこからも聞こえてたんですけど、しっかりこれ同じ方か分からんけど、もしかしたら同じ名前の方がねもういるかもしれないから何とも言えないんですけれども、どうですかね。ポンタンって言うと、あおポンポンとちゃうからって言われるなのでもうこれからはあのポンポンと呼びたいと思います。はいポンポン、ありがとうございます、はい。続いてが小谷さん、ありがとうございます。気のせいです。ああ全然気のせいでした。あれやっぱりそうですよね、いろ同じ名前の人だってやっぱ世界中に何人も多分いますよね。でもなんか漢字も一緒だね、パン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 みたいな感じでちゃんとなんかビックリマークついてるような感じだったんで、え？どうなんですかね。え？今どこだっけ？コタニさんです。コタニさん。見えました今目が見えました、メンバーの。これで分かる人いるかな。でもえこれなんて読むの、なんて読みますか。文龍さん、あやばい、レンゴ読めない。もらえよ、チャソメだ。文龍ですか、文龍さんですかね。ちょっと
ひなちゃんですか、ひなちゃんそっちにいる今配信してるはい、文流さんありがとうございます、ありがとうございます。振り仮名ないんですよ、振られてなくて。続いては、トラマにヒロさん、皆さんもよく来てくれるよね、いるかなっていうか、いるかな福ちゃんさんか福ちゃんのこと福ちゃんさんって呼ぶの福ちゃんでいいよ多分そんななんかやめてみたいな言わないでしょちょっと福ちゃんって呼んでみてくれる怖い怖い怖いいますよ、ありがとう、ありがとう、こちらこそ。はい、トロワニヒロさん、ありがとうございます、ありがとう。ふぐちゃん様、福ちゃん、福ちゃんに言われたらちょっとや、いやちょっとあんなんでと続いてマッシューヒロさん、マッシューヒロさんありがとうございます。私マッシューヒロさんの名前を見るたびにね、マシュマロになるんですよね、あマシュマロだみたいななっちゃうんですよ、ごめんなさい、ごめんね、もう勝手な、勝手にね。マシュヒロさんありがとうございます。ちなみにマシュマロは大好きです。マシュマロ、間違えた。マシュヒロさんありがとうございます。やばいやばい。やばいよ。続いてがハンシくん一枚ありがとうございます。ハンシタン。ハンシタン。ハンシタン。お、ちょっと綺麗になったよ。あ待って、もうバカタレなんでそこに名前書いてたんや。バカバカ、ほいハンスタン、ありがとうございます。マカロマ、マカロマ待ってるよ。続いてがアートマンさん一枚ありがとうございます。すごいニックネームですね、本当にどこからアートまで、いやー漢字ではない仕事もね、ハンシタン、ハンシタンダメだよ、いっちゃなんでこの頑張れる、え何か起こったんだっけ、1枚ありがとうございます、後で見てくれるかな、続いてがラバーミドエイジさん1枚ありがとうございます。この間ねばったり会ったんです、街でね会ったんですよ、そうこの間一回ね、ぴったり会ったんです。そしたらね、あの頑張って叫ぶのをこらえながらってやってましためちゃめちゃ難しいんだけど、
パミンはね、なんか名前をねちゃんとペパミンってなしないんですよ。ペパミン退治ってやらなくて絵文字だけみたいな。だからもう分かりやすい、あ、ペパミンだみたいな。あ、ごめんなさい、名前を、重要な名前書くの忘れた今。どこに届くねみたいななってた、危ね。はい、ペパミンありがとうございます。さっきね、その私のダンスのやつをメンバーが結構何人か見て、え、かっこいいみたいに言ってくれてたの。でさ、それでさ、あの、そう、ひなが見て、そしたら、見たかったこれ本当に今モノマネだからそう言って、で、なんか1枚撮って、え、私これがいいってずっと言ってます。嬉しいです。そんな、なんか喜んでいただいて、皆さんに喜んでいただけるかどうかわからないですけど、あの、頑張ってカッコつけましたいつもね、いつものライブみたいな感じです。と、続いてが新島さん、1枚ありがとうございます。めっちゃ一気に静かになるわ。あ、ね、今日見て、そう、ブルーマスカラ使ったの。見えるかな？全然わかんないわ。いつもありがとうございます。いけないことどこかに落ちてませんか。やっさん1枚ありがとうございます。そう、私ブルベだから、いや、そんな関係ないんだけど、やっさん、そう、今度ね、パープルメイクをしたいなと思ってて、1枚ありがとう。ブルーベリーアイアイ、ブルーベリーアイ、バカスすぎくつのブルーベリーアイ。あ、仕事中の新島さんに代わってありがとう。ありがとう、マッコイさんに伝えといて、ありがとう。愛してるよ。ヤスさん、ありがとうございます。で、ミミ体調はどんな？あ、もう全然、もう本当にね、めちゃめちゃ元気なんですよ。喉だけはちょっと元気がないみたいな感じになってて、そうなんです。はい、続いてがふっさん3枚ありがとうございます。お、出てますか？早くお話し返したいですね、ほんまに。はい、1枚目ごめんなさい、顔を今見合わせて、私が今落としちゃった。睡眠時間が短いイメージ、私
私意外とでもちゃんと寝てると思うよ。だって聞いて、あの6時6時にさ起きる、6時ぐらいに起きるんだけど、でもどうせ6時半に配信終わったらまた寝てるん でそこでまあ12時からとかお仕事だったらそこまでちゃんと寝てるから2枚目そう、でも夜もしっかり寝てるのでね、寝るのは大体でも1時ぐらいに寝てます。1時までには寝たいなって感じ。まああの理想では12時までには寝たいんですけどね。はい、ふさん1枚ありがとうございます。続いてが、まさとしさん1枚ありがとうございます。なんかねこうまあお仕事でさ遅くなる時もあるじゃん、ね、なんかライブとかさあったらさ、まあ、そんなに遅くなって帰ってくるやん。でそこからさ、まあ、なんかお風呂入ったりとかどうどこうのしてたらさ、まあ12時は過ぎるよねって感じなっちゃうんですよね。また寒いところです。どこだろう、さとしさん1枚ありがとうございます。ありがとう。朝シャワー派です。わかる、なんか朝シャワー浴びると本当によし今日一日頑張るぞみたいなあの感じになるよね。わかる。続いてがまことくん1枚ありがとうございます。大人メンバーになればなるほど遅い時間もお仕事、そうだね確かに、もうどん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 寝る時間遅くなってってなってっちゃうね。いつの日かもしかしたら朝配信をしなくなる時が来てしまうかもしれないよね。それやだね。まことくん1枚ありがとうございます。オタクと生活リズム違うのは当たり前やからしょうがない。そうやな、まあ確かにそれはまあそうやなまあ自分もあのできる限りはあの健康でいたいですね。やっぱり続いてがあーうーほーさんありがとうございます。お世話になっております。ありがとうございます。これからもたくさんお世話してください。門脇さんのお世話よろしくお願いします。ありがとう。健康第一、もう本当にそうなんですよ。なんか人って2ヶ月同じことを、まあ、2ヶ月さやってたら毎日するらしい、ちゃんと習慣づくらしいです。でもその2ヶ月は2ヶ月が大変私はもう無理だってなってる。そうやってゆうやくん1枚ありがとうございます。ゆうやーゆうやくんいるかな。はい、ゆうやくん、ゆうやくん1枚ありがとうございます。ありがとう。自分のおにぎり2個は15年続けてんの、あれいいじゃないですか。15年おにぎり2個お昼かわいい、おにぎり2個食べて、おにぎり使
作ってあげたいもん、それ私が。何おにぎりが一番好きですか？ミウは卵かけご飯風おにぎり。続いてが角平さん1枚ありがとうございます。ひるちゃん元気？ひるちゃんって呼ぶことないね。ショールームとかよく見るね。ね、見に来てくれるよね。あれ？あ、いたいたいた。初めて呼ばれたね、ヒルちゃんね。ヒル、ヒルってあれじゃない？あの、虫、虫。血を吸う虫。虫なんか？幼虫なんか？なんか生物。はい、まひるちゃん一枚ありがとうございます。こちらの黒い服です。黒くないんだけどな、これ。高菜ね、高菜、まあ、あの好きか嫌いか、あ、好きか嫌いかって言ったら別に、あ、好きでも普通あ、続いてが、クワちゃん1枚ありがとうございます。そっちヒルじゃないマリコさんありがとう。雪やん、雪、え、あれ、クワちゃんだ。クワちゃん、クワちゃんの私は笑顔が好きだよ。いつまでも笑顔でいてね。クワちゃんありがとうございます。振り向き美人ってね自分で言うの、やばい。あ、そう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 、あのミミズみたいなやつ、ヒル。マインさん1枚ありがとうございます。マインさん、マルマインと一緒だ。マインさんいますか？じゃん、ハート。ありがとうございます、マインさん。つつ、いってが、う、樋口さん、樋口さん1枚ありがとうございます。樋口さんですね。ケイさん、ハートありがとうございます。お仕事終わった。あー、お疲れ様、よく頑張ったね。よし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 してる、これ感覚わかる？ありがとうございます。じゃあ、あのこの仕草がさ、あの女の子の仕草で好きな仕草みたいなあるじゃん。髪を磨くときとか、髪かき上げるとき、これ髪磨くときみたいなイメージ。ございます。で、続いて並べのさ、ランキング書くときもね、アベルカ歌えてくれてるとか思います。ありがとう。
ラベル君1万円ありがとうございます。ありがとう、あーありがとう、こちらこそありがとう、これからもよろしくね。続いて不良サラリーマンさん1万円ありがとうございます。ブーブー、会っちゃったらいらない、残しちゃったらごめんなさい。これ私のさ配信はさ大丈夫に、みやなさらへー、あーこんばんは。どうサラマンダー、え、ありがとうございます。また絵ハートありがとうございます。ねえマシソヨチンジャヤおいしい、私ちょまよ、え、つい早かった。こぐまかじひろさん、ありがとうございます。カレーだね。ありがとう。美味しそうだって。まあ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 。私。私が。私が美味しそう。嬉しい。嬉しいんかい。そうなんですよ、私韓国語の方が勉強してたんですよ、その英語勉強しようっていう前に韓国語をずっと勉強してたんですよ。そんな読めないですけどね。みっちゃん1枚ありがとうございます。でもね、なんか英語の方がなんか絶対世界的にそれ使えるやん、英語って共通っていうかね、だからさ英語の方がさ覚えた方がいいんだけど、あでもちょっとハングル覚えてしまう、韓国語全く進めないもうね、なんならどっちも進めない。
神谷さんありがとうございます。なんでこんな早口なんだろう。リスの曲って早口の曲多いよね。あるよね、よく、ね、今日誕生日です。ノートとか書いてたよ。3冊ぐらい書いた。ノートに全然足りん。なっちゃんありがとう。カンドラの影響ってすごいです。続いてすみちゃん3枚ありがとうございます。セミちゃんの、もうセミちゃんの季節が終わったね。セミ、ミン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 ですよ。おばちゃん住まいありがとう。ほい、セミちゃんもありがとうございます。どうするよ、すみちゃん、うん、まだ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 いけるよな。すみちゃん、ありがとうございます。でももう最近全然聞かないよ、すみの声、すみの音、ね、すみの声。まあでもどんな季節のセミも大好きだよ。泣いてるか。ほい、セミちゃんありがとう。とは。続いて山手さん。そうだね。かな。え、でもなんか。こう黒いのなんだろうね。長すぎてんの。エラーだな、これ。はい、山手さんありがとう。
千秋さん、一枚ありがとうございます。ありがとうございます。2番とかまともに聞いたことなかったすごい。はい、ゆうきさんありがとうございます。1万円ありがとう。お、あんにゃんのぬるだ一歩ど見たやん。なんだっけ、きっぽよだっけ、みさんもいな。続いてが、スターフラッシュさん28日誕生日、先日かみだ、お誕生日おめでとう何歳になったのかな。つい最近だね。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてが、隣にいた方もうちょっといなくなるので、あ、紹介する前に言ってしまいました隣にいた方はですね、ちなみに高尾さやかという方がいましたちょっとこうやってカードのようにこれを言ってました。続いてが、マットさん1枚ありがとうございます。綴りがわからんくなってます。嬉しい、そう言ってくれてありがとう。留学さん以外で留学さん以外からやます。
マネージャーさんずっとね、龍角散ダイレクトをもらってた時がありました。僕の面白い名前来たら、わかんないな、どれだろう、ハチミツ食べますか、ガブドミで、プーさんのようにね、プーさんのようにちょっと後やったら私も糖尿病にはならないか。ありがとうございます。甘すぎるその、あ、ハチミツそのままくってガッて飲んだことないね。あの練乳とかこうやって飲む人いるけどさ、ハチミツもいそう。でもちょっと待って、坊さんだ、あ違う、ポーさんだ、ありがとうございます。はい、ポーさん1枚ありがとうございます。サンキューありがとう。こんばんは、サムさん、こんばんは。ハチミツ店に来そう。でもすごい、もうあれだよ、もう蜂がうーん耳元ってバンバンめっちゃ飛んでるの音、あの蜂とかさ、ハエとかがさピュッて飛ばさ、音めっちゃ怖くないってなるよ、虫特有の感じ、虫だってなる。続いていきますね。あすみちゃん1枚ありがとうございます。気分ねおっとけ、ありがとう。いえいえ、こちらこそいつもありがとうね、本当に。ありがとうございます。続いてが、松さん、松さん1枚ありがとうございます。松さん本当にね、もう顔に表情が出るけど出るけど全然なんかそんなに出なくて、前とかもね公園にいたんですけど、公園でもなんか結構まあそんなに顔に出てないって感じだったので、いつか絶対ずっとマジでニヤニヤさせたいなって思ってるんです。ニャンニャン、マツさん2回名前が違った、マツさんありがとう。続いてが、レイモンドさん1枚ありがとうございます。あー見てあれ、見たマガタマ、マガタマみたいな、マーマレード違う、マスカレード違うレモネード、レイモンドみたいな感じのことを言おうとしたの今、ごめんなさい、レイモンドさんありがとう。あ、ついにお疲れ様、はい、ついにです、すみません、お待たせいたしました。ケイゴさん、
しんごさんでしたか。ほい、しんごさんありがとうございます。マヌカハニーのね、マヌカハニーいいよね、美味しいよね、マヌカハニーほんまに蜂蜜舐めてるって感じするよね、好き。と、続いてがライダーさん1枚ありがとうございます。さばいていく。モステレビ見てます。あ、嬉しいです。ありがとうございます。モステレビ頑張ってます。自分でね。続いてが、ケントさん1枚ありがとうございます。なんか最近さ、もうなんか自分のサインさ、よく分かんなくなってきちゃって、どんどん。なんか何書いてるのか分かんなくなっちゃって。はい、ケントさん1枚ありがとうございます。さばかれるの、さばかれるの、しばかれるの、どれがいい。ゲスト歌った方がそれです。かっこいい。そんな言葉をささらっと言いたいですよ。もうなんか、あ、それ、いや、さらっと紹介だね。もうね、言ったことない。人生で一回もさ、ゲシュタルト崩壊っていう言葉をさ、会話中に、発したことがないよね。発せたらかっこいい。なんかそういう専門用語とかさ、なんか言い始めたらなんか、まあ、それもそれであれやけど、ずっとなんかいろいろ、戦力じゃないですか。嬉しい。え、待って、名前呼んでなかった。ジョンキさん、一番ありがとうございます。え、ケントさん2枚ですね。ちょうどケントさん、ケントさん黄色。バーナム効果って何？どういうですね。それは、あ、それで純喜さん1枚ありがとうございます。大好き。こちらこそいつも配信も見てくれたりもいろいろしてくれて、ツイッターとかもやってくれたり本当にありがとう。いつも見てるよ、ちゃんと全部見てるからね。え、このさ、サウンドあれなんですか？ランダム。ありがとうございます。急だけど今日の私服衣装は、あ、これですか。これ結構もうラフな感じなんですけど、こちらのダンス衣装の時の衣装をそのまま着てるっていう感じですね。
下が好きになるんですよ。あ、ちょっと瞬で瞬でね、瞬で見せました。はい、続いてが、続いてがあ、おしゃみちゃん2枚ありがとうございます。おしゃみちゃん、おしゃみちゃん生きてる、生きてる、おしゃみちゃん、おしゃおしゃ、生きてますかね。おしゃみちゃん東京だっけ。あ、なかなかね、やっぱ会える機会が少ないから。好きに好きというか、こういう系の服好きやったっけ好きったっけ好きって言ってくれるの嬉しい。はい、おさみちゃんに今ありがとうございます。ありがとう。続いて、クワラさん1枚ありがとうございます。ちゃんの最後の笑顔好き。あ、嬉しい、懐かしい。そう、笑顔やってました。続いて、恋してカップさん1枚ありがとうございます。待って、が、あかねちゃん1枚ありがとうございます。あら、あかねちゃん、あかねちゃんもうロロ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 だね、本当に。なんだっけ、りんこちゃんだっけ。
だよね。ん？たまたこの方。にゃーん、あかねちゃんありがとう。でもいろんな子を好きになるって本当にいいことだと思う。エアコンさん1枚ありがとうございます。前もそれ言ってたよね。みーも好きだよ、知ってるよ。みーも好きだよ。テータロックハートありがとうございます。はい、エアコン、1枚ありがとうございます。ありがとう。お話し会でも待ってるね。人間関係流れてますね。人間関係得意な方じゃなくてです。続いてラウラさんありがとうございます。食べましたか。キピさんかわいい。いつもね後ろにね、後ろのカーテンのところに自分、私の生誕じゃない、あのダンスダンス創業公演のやつをね飾ってくれてるの。かわいい。なんだかちょっとテンションが高い。住所はバラしてない。住所バラしてないけど、あの住んでるところバラして、住んでる県はバラしてる。はい、キャップさんありがとう。住んでるところとか言って、まあ、それな、思った。自分で今言ってて、住んでるところにバラしてる。あ、住所やね、かい。一緒やね、かいって思った。あ、ほ
続いてが、よだともさん1枚ありがとうございます。よだともさん、よだともさんいるかな。ハッシュタグドバちゃんが好きでよかった。ハッシュタグキャピオ好きでよかった。ありがとうね。いやいや、こちらこそよ。いつでもやって、いつでも何でも書くから。人は料理上手だよって言ってた。ないこれ今作ったやつしかない。え、でもね、なんか手のひらにあるとお金持ちになるよっていうのも聞いたことあるよ、私。ですよね。あれそんなに、そんな聞いたことなかった。あれそんなないか、そんなないみたいなんかそういうのあるよね、なんか伝統継がれてきたみたいな、なんかそのね、続いてももくまさん、いや飛ばした、今としさん1枚ありがとうございます。としさん元気ですか、やってますか、ちゃんと。え、なんかさ、ゾウさんあるんだけどさ、これはさ手のひらに入るのかみたいな感じのやつとかない、あるよね。はい、トシさんありがとうございます。ありがとう。閉まりません。大丈夫、料理はね、やれば上手くなるから。きっとそう。何でも努力すれば上手くなる気がする。多分。と通常映画。また戻ってたね今ね。モモクマさんだ。モモクマさん1枚ありがとうございます。あんとっても大好き。ダンゴさんですね。モモクマさん、あ、いた、初めてだよね、初めてだよね、思った、書きながら、あれ私これ初めての花じゃないかなみたいな感じで思ってた。もくまさんありがとうね。最近でもショールームとか来てくれてすごく嬉しいです。これからも来てくれるの来てくれるの待ってる、ありがとう。大事にしてね。続いてが、ムーさんです。続いてありがとうございます。MWU、 これ合ってますか？もうまあいっか。はい、ありがとうございます。ムーさん、いた、ありがとうございます。こちらこそありがとう。大切にしてくださいね。続いてが、のりゆきさん1枚ありがとうございます。
そう、アイス。はい、のりきさん、ありがとうございます。ありがとう。腹すいたね。何食べたい？みんなは一体何が食べたいんだと言うんだい？何言ってんの？もうダメだ、喋れてない。続いてがよしさん、1枚ありがとうございます。リボン、ここにん？このやつとかまだすごいね。もうなんかはい、よしさん、1枚ありがとうございます。キジジさん、だるまありがとう。カレーナウ、お、何カレーですか？一体何カレーなんだい？ルルルッテルッテルッテ。昼ご飯チーズリゾット生活、あ、いいね、チーズリゾット食べたい。久々に聞いた、カルトも終わんないのはなぜ。続いてが井森さん、1枚ありがとうございます。いつも来てくれてありがとね。井森さんの愛をもっと確かめたいですね。ありがとう井森さん。と続いてがトビさん、1枚ありがとうございます。ここも好き、そんなパンダのパンダのとか。おもろい。はい、とびさんもありがとうございます。ありがとう、とびさん。ミスさん、ハートありがとうございます。続いてが、オクシーさん、1枚ありがとうございます。オクシーさん、はい、オクシーさん、1枚ありがとうございます。ハートキス、な、今ちょっとね、さっきの初めてやったよね。目が見えない。公式ツイッターで見るのね、ロイドが、あ、本当に？そんじゃない。続いて、国連パサランさん、1枚ありがとうございます。流行らせよう、本当？は、流行りそうかね。ちょっとやっていこうかな。ありがとうございます。ありがとう。ハロタン、ポンタハート、ありがとうございます。流行らせていこう。まあね、やっぱこの時期やっぱりオレンジですからね。流行らせていかないと。そういうの、どう続いてか、秋
秋鶴さん1枚ありがとうございます。BCG ミヤスの服着てる。あー新曲入ってる。私の体重で BCG が見えてしまいそうで BCG48 になっちゃう、ね、好きなのミヤさん続いてありがとうございます。いやエッピやめてよ。もうカレーのさ、もうあの絵文字送られたら本当カレーだから私の頭もその頭もカレーになっちゃうからさ、カレー食べたいって書いちゃうじゃん。はい、みおさんありがとうございます。仕事しながら見てる。続いてが STM48 オタアットえひめさんありがとうございます。STM48 オタなんですか。どれくらい私たちのこと知ってるんですかね。これはえひめ済み、えひめのいいところ、えひめの姫の好きな食べ物は何ですか。揚げたての美味しいカレーパンを食べたい。食べたい。あの山口のさ、あの黄金のカレーパン食べたいかも。あんまりちゃんとこう食しながら食べてないから何でも美味しい状態で食べたらもううまいしか出てこないからさなんか普通の状態で続いてが NONG さん、ノングさんかな。そうなん、山口にね黄金のカレーパンっていうのがあるんですよ。食べたい。はい、そして続いてがマッカスの福島さん1枚ありがとうございます。確かにピオちゃんね、ひなだったらそれは知ってるか、山口だもんね。帽子はたくさん持ってるの。そうやね、キャップの方は結構持ってました。あのやっぱダンスしてたのでダンスで結構キャップかぶることとか多くて、キャップかぶってちょっとカッコつけてたみたいなところもあったのでえ、揚げたての ポテトはいかが。もう大好きです、ポテト大好きです。ついでにコトラも大好きです。
スモさん1枚ありがとうございます。シュクルパンのカレーパン知ってるけど行ったこと、何それ、知らないんだが、食べてみたい。美味しいの知ってる。と続いてが森木銀河さん1枚ありがとうございます。ありがとう。森健銀河さん、続いて千秋さん、あう森健銀河さんもいつもありがとうございます。お主会も、ね、参加してくれて本当に嬉しい限りでございます。はい、森健銀河さんありがとう。またこれからもよろしくね、末永く。続いてが、ゆたかさん1枚ありがとうございます。おい、ゆたかくんいつもありがとうね。なんかもうすごい服とかもさ作ってくれたりして、ちゃんと着てるよ私。ありがとうね。はい、ゆたかありがとう。シルブプレプレプレジレンス。フルールのカレーパン、あ、フルールのカレーパン食べたことないや。多分あんま食べないかも。昼ご飯食べてきた。あ、何食べたの？そうなんですよ。もう10月、明日になった10月なんで、もうすきんなの幸せバターを食べるのが楽しみです。続いていきますね。センスゼロさん1枚ありがとうございます。そんなことないよ、君はセンスの塊だ。おいおい、みやみやいつも公演中にキャッチボールありがとう。またおお。いやいやいや、もうね、あれを見てしまったら、あ、投げざるを得ないなみたいな感じですね。宿命、これからもあのたくさん投げさせていただきますけれども、いいですか。もしかしたら私自身が飛んでいくかもしれないんですけど、受け止めてください。ありがとう。はい、センスゼロさんありがとうね。そうなんよ、もう10月なんです。早いもんですよ本当にね。続いてが陽一さん1枚ありがとうございます。陽一さんも素晴らしく面白い人なんですよ。もうびっくりですよ。あのすごいね、ゲームサーキットみたいな会があったんですけど、その時にすごい面白いことをしてたんです。皆さんに教えてあげたいけれども、教えると長くなるのでやめておきます。はい、ゆうちさんありがとうございます。なんか人道ですごい、あのおかしな行動をしてました。続いてがチョッパー親父さんありがとうございます。めちゃくちゃ見るし、ワイマガをずっと人狼ってバレた。そうなんよ、みくちゃんなんかそのあのゲームでやったやつが人狼で、私とみくちゃんがなんか人狼だったんですよ。でその時に
なんか人狼同士でさ、こうなんていうんだろう、まあお話はできないからさ、他のメンバーがいるから、だからお話はできないからアイコンタクトでなんかこう確認を取るんだね。なんかなんていうんだろう、まあ占い師対抗に出るかっていう私は確認だったんだけど、こうアイコンタクト取ってやったの。それでミクちゃん見てたんだけど、ミクちゃんもうずっと地蔵みたいな感じでもう動かないみたいな感じだったんですよ。そうだからね、まあ、終わった、すぐ、うん、見抜かれました。すぐ死にました。アッキーさんありがとうございます。最近ね、全然ドレスやってなくてやばい感じ。大丈夫？ワイもログイン。ああやんな。なんかログイン。なんか一日でもなんか強くなったらもうなんかずっと引きずってなんか強くなるよね。わかる？モさんもオッケー。そうユニバーサルがね、あの新エリア2024年にドキコングエリアが出るらしいです。皆さん。交互を期待。これは何ですか？はい、どうぞ。黄色に魚の方です。イエローフィッシュ。イエローフィッシュ。カモサミだ。あ、いたー。ありがとう。ミムのダンス一番かっこいいか大好きよ。毎日朝一嬉しい。こちらこそ毎日見てくれとうとう。ありがとう。これからもちゃんと見てくれよな。急に男の子みたいになるやん。急にあのこれからもぜひよかったら見てくれたら嬉しいです。え、間違えてる、もしかして。合ってる。え、誤字してるって。いや、誤字してない。そう見えるだけ。はい、続いてが、あー、どうしよう、読めない。ちょっと書くね、名前。
番でしょうか。くもきょん、はい、りなたんありがとう。りなちゃん、はい、そして続いてがファルコンさん1枚ありがとうございます。1枚目ありがとう、ありがとうございます。お、お仕事は大丈夫？落ち着いたかな。泣き崩れて、私のように目をパンパンに腫れさせて休
つない長屋吉信さん1枚ありがとうございます。カホにするねラビュ。あ、7枚目シングルお話し会でよろしくです。こちらこそマルコンさんお待ちしてます。ありがとう。長屋吉信さん、長屋吉信さんもいつもありがとうございます。いつもいつも本当にありがとうございます。次のポーズめっちゃいい。ほんまに嬉しい。キジーさん誰もありがとうございます。なんか色っぽかった。色っぽいです。色っぽいです。自分で色っぽいですっていうことある。続いてが、ふうさん1枚ありがとうございます。はい、ふうさんありがとうございます。ポージング、あ、ポージングはね昔にやってたので、あのモデルをキッズモデルをねちょっとかじってたので、その時にポージングの練習をなんか何個かしてたりとか、あとは今になってとかたまに雑誌見たりとかするんです。それで見てポージングだったりとか、あとそんな感じですね。続いてが、けんちゃん1枚ありがとうございます。あれ、そう、あそこでしっかりちゃんとアイコンとるし、行くよ、飛ぶよ、いいことかとして飛ぶ、ジャンプしてね。続いてがみおちゃん1枚ありがとうございます。かわいい、みうっていうのがかわいい。私もさ、みゆちゃんなんだけど、みゆちゃん、あ、みゆちゃん、はーい、だってかわいい。はい、みゆちゃんありがとうございます。大事にしてね。と、続いてがオールザドリームさんありがとうございます。オールザドリームさんはね、オールザドリームちゃんはあのあれだよ、ゴミ拾いの時に一緒だったね。素敵な思い出だった。宝物が増えました。本当にカホにしてね。大事にするんだぞ。はい、オールザドリーム
いてはメタボさん1枚ありがとうございます。メタボタボさん、お仕事忙しい？最近大丈夫？7枚目来てくれますか？来れる？はい、メタボさんありがとう。来た、待ってたよ。お待たせいたしました。ありがとう、ありがとうね。心の、あーもうお休みしてください。頑張る、引き続き。忙しいよ、最近また病気になる。やだ、もう頑張って、私に会えない間まで頑張って。会えるようになったらもう毎日でも看病しに行くから。マックスごちそうさま、ありがとう。続いてが、こいさん1枚ありがとうございます。でも頑張っていける、頑張れ。こい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 、こいさんありがとうございます。もさん、あー魔法陣だ、ありがとうございます。今日も可愛いよ、ありがとう。続いてがマーキュリークーガーさん3枚ありがとうございます。続いておかちゃん、マーキュリー、アメリカの方やな、君やな、だいたい想像つくな。名前書いてあるし、あんねみたいな、あんねね、あんねねみたいな感じ。チェキが最高の、あー誕生日プレゼント、もうめちゃめちゃ愛込めましたので、しっかりと受け止めてください。もう箱って送られたやつをパッて開けた瞬間にバッと来るかもしれません。ではでは、続いてが千春さん1枚ありがとうございます。1枚ありがとうございます。見て、バカ決めとるこの写真。ありがとう山田さん。
ヨシさんハートありがとう。ギズブーザーリンボスターありがとうございます。と続いてが飯田さん1枚ありがとうございます。飯田さんとお仕事してんの。しとった。なんか仕事してないような感じしとった。頑張れ。仕事忙しい子もいるけど、皆さんありがとう。この子供みゆみをあげるよ。大事にしてね。ありがとうね。こちらこそありがとう。ずっと前から離れずにそばにいてくれてありがとうね。こちらこそだよ。ひろき、もうね、漢字が弱いとこういうことになるんですよね。世界やツーショットのネタを仕込んどかないと。楽しみにしてます。めちゃめちゃありがとう。どんなことを仕込んでくるのか。続いてがリボンちゃんありがとうございます。ありがとう。お疲れ様です。おー、ハロー。
英語海外の方ですか？あ、外国海外の方ですか？もう寝たきりです。でも本当によく頑張ったよよく頑張った、そこまで。続いてがニックさん、ありがとうございます。またあのお話し会でたくさんお話しするのめちゃめちゃ楽しみにしてます。もうダメかも。はい、ニクさんありがとう。また頑張ります。壁の装飾にめちゃめちゃ頑張る人ありがとう。続いてがリミちゃん、ありがとうございます。もうめちゃめちゃすぐです。もう こんなです、ね、ちょうどぐらいですか？全然余裕？余裕？ごめんなさいね、サトシさん。今何時ですか？もう何時？あ、3時間ですか？週4時間優秀優秀もうちょっと早く終われますけどね。ね、ちゃんと書いてるわ体調大丈夫。あ、そう、心配かけました。本当に全然体調元気だもん。ありがとう、心配してくれて。それでバナナの鳥、たた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 た、きょなぎさんありがとうございます。バナナとエンさん、ありがとうございます。今何が行われてますか？僕のような、あ、長吉玉さん、ちょっと前ぐらい言いました。ありがとうね。マクセコシマさん、ね、ありがとうございます。喉は大丈夫？うん、全然大丈夫じゃない。結構ね、あの限界来そう。そう、ちょっとね、悲鳴上げてきてる、だんだん。よし
思ってこうやってじっとしてパンってやったらピュンってイエーイ逃したちょっとやだな聞けないバッチーだよバッチー悔しいよひなのとこ行っちゃえこの野郎ガクブルガクブルガクブル怖い怖いしんちゃん怖い怖いメンヘラ女がいた今出てきたみたいなバブがいますけどねもさんかわいいありがとうございます、これはなんだっけなえだなえちゃんですついてます結婚指輪ついてる結婚する違ったこれと続いてがのりちゃんありがとうございますのりさんツイートめっちゃ書いてくれてて本当にいつもありがとうございます見てますのであのご飯とかもめちゃめちゃ送ってくれてありがとうねのりさんありがとうそののりさんですかね海の方かな2枚ですね2枚ですそう寮に出てる来たかかっこいい来たかありがとういやいやこちらこそいつもありがとうねしっかり確認させていただいてるよガッチャマンガッチャマンガッチャマンカオさんありがとうございますイバコマシンさん奥様いますよ隣にあらどうしたの
私がチェキを取ろうとして食事してる。目が合いすぎてちょっとびっくりしたね。あら、どうしたの。目がバッチリ合っちゃった。ここでは、ここではここではないよ。そうだね、集中して。家でじゃないと。はい、仕事じゃない。どこまで来たっけな。ソスケついてソスケブラ何これ、ブラ脱いで巻き替えになってて、確かに待って待って、ブラ何なんだこれ、話したすぎ、皆さんちょっと何だと、何だろう、ブラブラスじゃないもんな頭抜かれちゃった、ブラソスケ、じゃーん、ソスケお待たせ、ありがとう、早く君に会いたい、私もだよ、早く会いに来て、もうすぐなんか会える絶対な状況になりなせいね、待ってるから、ありがとう。続きがトシさんです。トシさんありがとうございます。チラなくしてないかな。あ、いそうそう。チラチラチラ。今すぐ会いたい。トシさんありがとう。まっすぐ行く。今ね、じゃあね、ちょっと今住所教えるね。広島。店もおいで、待ってるから。続いてか。青龍さんですかね、これは青い龍。ありがとうございます、ありがとう。じゃあみやんちに土日は遊びに行くね。 OK OK、 全然いいよ、どこか遊びに行こうよ、どこがいい、どこ行く。あ、続いてがてつさん、ありがとうございます。夜行バスでユニバ行くから待ってて、8時間くらい待つでは、続いてがおすっごい丸が多いですね、これ、丸ゆ丸をアイスのみ、ハロータン、ありがとう、ミューダですね。丸で書かないとダメね。
はい、花田ありがとうございます。ありがとう。と、続いてがラストです。空色のかもめさん、ありがとうございます。ではラストの方だけに選ばさせていただき、選ばさせていただきあげよう。これがもうすごいぼやけてて見えないと思うけど、3枚 ?3 枚だ。じゃあこれでいいか、これでいい。あ、初チキです、よろしくって。あ、第2回歌唱力でうさみにつられ上げられ、今では一押しです。みみみみみみうさみ、ありがとうございます。じゃあ書かせていただきますね、3枚収録はね、また第4回今度もね、参加しますので、ぜひ応援していただけたら嬉しいです。2枚目、ありがとう。
からじゃあずっとよろしくお願いしますね。お待ちしております。あ、ヒレのチャートに行くの？ハッサンハートありがとうございます。チャートに流れてるよ、すごい。ということでですね、私のオンライン適戦委員会終了。ということで、ね、今回の、私のオンライン適戦会はこれにて終了となります。皆さん、配信を結構長い時間だったんだけど見てくださった方本当にありがとうございました。お疲れ様、ありがとう、お疲れ様です。いや本当に、たくさんの方が、申し込んでくださって、そしてたくさんの方にこうお名前を思い書いて、その方のことを想像しながらサイン書くのがすごく幸せだったし、すごい嬉しかったです。ありがとうございます。保護しっぽよー、望みだー、すごい足すみだ。いや本当にありがとうございました。頑張ったね。全然何も頑張ってないんですけど、本当にあの幸せなひとときを過ごせて本当に良かったです。もう昨日めちゃめちゃ楽しみにしてたので、この今日この地域戦会めちゃめちゃ楽しみにしてたので、次は何だか、なんと次はティフですね。ティフも楽しみですね。あのね、このチキがいつ届くのかな、わかんないですけど、届いたらいつ届くかわかんないけど、届いたらね、大事に大事にしてくれたら嬉しいです。写真撮って、一緒に写真撮って、可愛いだよ、やってください。私だったらあの携帯のケースに入れてます。携帯のケースに入れると思います。皆さんそんな感じで大切にしてくれたら嬉しいなと思います。ゆうちさんありがとう、こちらこそありがとうございます。し、あの明日はなんとですね、新曲ヘタレタジオの MV 撮影なんで MV 撮影で、 MV が公開されますので、そちらもチェックするしかないですね。私はもう早くね、携帯を変えたい、変えたいって感じですね。携帯ボロボロなんで本当に。で、明日はもう星座タイプですよ、本当に。いつもね、本当にたくさんの愛を皆さん届けてくれてありがとうございます。これからも、私もね、皆さんにたくさんの愛をいただいたので、お返しをできたらなと思いますので、長い目で見てくださったら、温かい目で見てくださったら嬉しいなと思います。本当に優柔不断がある、わがままガールなので、皆さんにすごい迷惑をかけたりすると思うんですけど、ちょっとね、そんな私でも愛していただけたら、ついてきてくれたら嬉しいなと思います。また来年も あったらオレンジ記者委員会もしあったら、今回みたいな感じで、今回ちょっとね、準備不足というか今日ちょっとすっごい事前にね、サインとか書いてたら結構ちゃんとお話ししながらとかできたんですけど、これまた言い訳です。はい、またね、来年もあったらぜひ皆さんのまたお名前を書いてサイン、愛情込めたサイン書きたいので、その時はまたよろしくお願いします。その時まで好きでいてくれたら、いや好きでいさせるように引き止めるように頑張りたいと思います。では皆さんありがとうございます。ありがとう。
がとうございました。ではちょっと順に見ますね、13位ロコボコさん、12位の風、31位ヨシさん、12位アキセブンさん、9位アカネちゃん、8位フスさん、7位ヤスさん、6位がマコトくん、5位シンジくん、7位ペパミス、第3位がポンタありがとうございます、第2位がキリリさんありがとう、そして今日の第1位がモンさんです、ありがとうございます。今何時ですか、今何時ですか、9時、はい、そういうことでですね、配信を終わりたいと思います。あ、これまだ配信してていいですか、配信していいですか、まだ。帽子ないとね、ダメなんで、もっこりしてるから。笑ったらもう幼稚だもん。
マサと同じ色なんです。マサは、めっちゃ嬉しい。ここめっちゃもっこりしてるでしょ。この人のさ、前髪が抜けてなさすぎて、この そこお姉ちゃん可愛いね。この後さ、空いてる？あ、ちょそこのさ、なんかカフェで一緒にカフェ、ん？お茶とかしない？めっちゃ遊んでそう。
そう。いそう。ヒナの感じ。いそう。ちょっと似合いますかね。はい、ということで、ラストショーです。そうなんです。ツインテールのナースでもあります。あ、もう来ないと思った。斬新したい。超可愛い。美人、本当？嬉しい。いや、ロングのままでいて、わかる、私ロングの方が似合う。それはそう。いや、ごめん、本当に、ちょっとゆうちゃんに。そう、最後。愛してるんだ。だから今になってやっと気づいたんだ。今度じゃあこれでいく？嘘くさい。嘘くさすぎて。手くどけないよ、あれ美容師さん、あ、確かになんか美容師さんにいそうだね。この今のこの感じだったら美容師さんにいるかも。うるさい。美容師さんじゃないね。アニジャに似てない。いや、アニジャには似てないかも、全然。じゃあ配信終わろうかな。私はじゃあこのまま帰りますね。この状態のまま帰りたいと思います。皆さん、配信を最後まで見てくれてありがとうございました。また見に来てね。また明日の朝配信も見に来てくれると嬉しいなと思いますし、あと今日この後、そうランキング発表のショールームをそんな長い時間はしないと思うんですけど、する予定なので、ぜひよかったら来てくださると嬉しいです。もしかしたらこの学校も学校のままかもしれないし、間違うかもしれないんですけど、ぜひ来てください。お待ちしてます。では何時からかちょっとまだ分かんないんですけど、分かったらまたメールしますね。じゃあよろしくお願いします。でも11時か、ギリギリだね。11時半とかにもしかしたらするかもです。ギリギリにします。なのでよろしくお願いします。では皆さん、皆さん見に来てくれてありがとう。